私の名前はミク。私の名前は萌え。見ての通り結合ソーセージの双子なの。結合ソーセージってのは体がつながったままで生まれちゃう双子のこと。シャムソーセージって呼ぶこともありますね。簡単に言えば一つの体に二つの魂、それが私たちなんです。私の場合は双子の萌えと胸から左右に分かれていて、それぞれ体を半分ずつ動かせるんですよ。ミク、お醤油取って。はい、どうぞ。右半身はミクの担当、左半身は萌えの担当ってわけ。私たちが生まれた時は、生まれた娘が結合ソーセージ。先生、私はどうすれば。分離手術は可能ですが、その場合片方しか生きられないでしょう。そりゃもう大変だったみたい。私たちはくっついてしまった体を手術で切り離すこともできました。でもそれは一方の頭を体から切断するわけだから、片方が普通に生きるためにはもう片方が死ななきゃいけなかったんです。せっかく生まれてきたのに。そんなのあんまりだわ。この子たちはこのまま育てます。そういうことで私たちは分離手術はせずに二人で一人として生きることになったわけ。私たちはそれぞれ体の半分ずつしか動かせないので。やっぱ学校遅刻しそう。走ろう、右足よろしく。わかった、萌も左足よろしくね。走る時は二人で協力して息を合わせなきゃいけないの。他にも結合ソーセージは不思議なことがいっぱい。私たちは同じ体を使ってるのに性格が全然違うんです。あはは、何それ、マジウケる。萌は活発で男勝りな性格なのですが、ミクの方はおとなしいというかちょっとネクラなのよね。あ、すみません。性格だけじゃなくて好みも得意不得意も全部違うんですよ。不思議だよね。常に隣り合わせなので喧嘩すると大変。私はエステが見たいの。私だって映画見たいし。つながった体を通じて感情も共有してるから、片方が怒り出すと止まらなくなっちゃうんですよね。だけど私たちってスポーツの時は息ぴったり。ミク、頼んだ、任せて。片手と片足ずつしか動かせないのに運動はすっごく得意なんです。二人で一つのコントローラー操作してる感じよね。他にも大抵のことは人並みにできちゃいます。タイピングだってお手の物。私たちはお互いの考えていることが大体わかるので、メールの返信とかもちゃっちゃっとできるの。半分ずつしか体が動かないのにいろんなことをどうやってるのってよく聞かれるけど説明できないんだよね。生まれた時からこうだったからとしか言えないよね。他にも人格は2つですが体は1つしかないので、体を使う日を決めておいてその日に遊びに行ったりするの。あら、今日は萌の日。その通り、火曜日だからね。火、木、日が萌えの日で、月、水、土はミクの日って感じ。そもそも結合ソーセージはどうやって生まれるのか。普通の一卵性ソーセージは受精卵が分離して2人になるんだけど、この分離に失敗すると2つがつながったままで成長しちゃう。これはだいたい20万人に1人の確率。なぜか女性に多いんだ。私たちは一つの体でつながってるんだけど、感覚までは共有してないんだよね。あっち、何、やけどした。お互いに反対側の感覚がないので痛みとかにも気づかないんです。でも二人で一人って意外と便利なこともあって。うぅ、ミク、お願い。仕方ないな。風邪をひいた時は薬が苦手なミクの代わりに私が飲んであげます。血管を共有してるから片方が薬を飲めば両方に効くわけ。そもそも私たちって臓器が全部2人分あるわけじゃないの。私たちの体には脊髄が2本、肺は4つに心臓が2つ、肝臓は1つだけ、胃は2つで腎臓3つ、大腸1つ、小腸1つって感じ。お腹から2人に分かれてるイメージかな。ちなみに結合ソーセージにもいろいろと種類があってね。腹部結合型に臀部合体、頭部結合に鎖骨結合体とか、受精卵の分離がどこでストップしちゃうかでいろんなパターンがあるんだ。まあそんな風にして私たちは普通に高校に通えてたんだけど、卒業前にある問題が。絶対こっちの大学の方がいいって。でも私はこっちに進みたい。そう、二人で希望する進路が違っちゃったの。教育大学に進みたい萌と、芸術系の大学に進学したいミク。私たちは二人ですが
体は一つなので両方に進むのは無理なんだよね。こんなことってある？私たちは長いこと話し合って、萌は先生になりたいし、私は画家になりたいなら、あ、そうだ、美術の先生になればいいじゃん、という感じで二人で納得できる進路に決めました。無事大学に進学した私たちはそのまま中学校の教員免許も取得。ちなみに大学の学費は 1.5 人分でした。無事に就職までできて一安心と思いたいところですが、実はまだまだ問題が山積みなんだよね。あのさ、もし私が結婚したらどうする？え？もしもミクが結婚したら私も結婚しなきゃいけないの？どうすればいいんだろう。もし結婚したら、誰かを好きになったら、二人で違う人を好きになったら、同じ人を好きになったら、片方が先に死んだら、私たちは一体どうすればいいんだろう。まあそういう不安はあるわけだけど、萌、左から車来てない？来てないよ。私たちはこうやって普通の人と変わらずに生活できている。私たちは変わった双子だけど、体がつながっていること以外はどこにでもいる普通の双子。お互いのことを大事に思っているだけの普通の姉妹なんだ。